は地域おこし協力隊の東です。毎回配信を見てくださっている皆様ありがとうございます。今日はここですね、ミニ企画展コーナーからの配信になります。ここではですね、主に企画展にちなんだイベントですとか小企画展を開催しています。で、今回はですね、前回紹介した木目百変技展の関連イベント、こちらですね、毛並み地盤ネコンテストの会場となっています。実はですね、猫好きの皆さんが見たらちょっと悶絶しそうな可愛らしい光景が広がっています。今日の配信ではですね、このネコンテストについてご紹介したいと思います。斉藤清は多くの猫の作品を制作しています。興味深いのは、その毛並みを表現するのに藩の木目を利用していること。木目と動物の毛並み、全く異なる質感のはずなのに、作品を見ると見事に猫の毛並みや柔らかさが表現されています。斉藤清のユニークかつ卓越した木目使いについては前回の配信でもご紹介しましたが、このネコンテストでは、そんな斉藤清の猫の作品にちなみ、毛並み自慢の猫を募集し、さらに来館者の投票で一番を決めるというイベントです。長い休館で、今は残念ながら誰の目にも触れられないまま、このようにひっそりと館内に置かれ、一部の熱狂的猫派スタッフの理性を狂わせています。早くたくさんの人にこの見事な毛並みの猫たちを見てほしいです。それではですね、今回のこのネコンテストを担当した、こちら地域おこし協力隊の東さんです。東さんですね、このネコンテストについてアピールをお願いしたいと思います。どうぞお願いします。はい、全国各地から斉藤清の猫にも負けないくらい美しい毛並みの猫ばかりが集まりました。皆さんぜひ会場にいらしてお気に入りの一枚を見つけてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の推し猫、これぞ毛並み自慢という猫をですね、皆様投票して与え